もう本当にね、僕はブーツが大好きなんで、スニーカーって1年通してもほとんど履かないんですよね。めったにもうめちゃくちゃ暑いとか。なんかこんなボリューミーなやつ、これほら、シンゴが履きそうでしょ、ほら。これ。なんでこれやったでしょうかね。なんか急に頭が出てきた。志村さんだよね、これね。あ、いっちょめ、いっちょめ。ふぅ、いっちょめ、いっちょめだね。なんでいっちょめなんでしょうかね。まあまあ、それは、まあ、そういう時ありますよね。人ってなんか、全く無関係なものが頭をよぎるってね。それを口に出すかしないかっていうことなんですけど、私がしてしまいました。すいません。ってことでね。今日はですね、私の草薙チャンネル、またね、いやなんかね、コメント欄にね、たくさんね、なんかチュシ君のね、ファッションが好きだとかね、いろいろお褒めいただいて、いやもうね、いつもね、あれなんですよ、このね、収録は私服なんですけど、いつもね、スタイリストさんにね、洋服用意していただいて、なのでね、僕のセンスがね、よく見えてるのもあるのかもしれませんけどね、すごくやっぱ洋服とかね、アクセサリー、靴とかね、やっぱなんだかんだ言って好きなの。なので今日はね、スニーカー編。バン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 、いっちょめいっちょめふぅ、いっちょめいっちょめふぅということでね、スニーカー編。これね、この間さ、そう、シンゴがさ、グッチのなんかファッションショーみたいなの言ってたでしょ。驚いちゃったね。いくら超えちゃったね。普通なかなか行けないんだけど、行ってきてすごかったらしいんだけど、今日はね、そんなこともあってグッチさんのね、スニーカーをね、グッチ雄三さんじゃないんですけど、今年のね、4月にね、京都に1月ぐらい滞在してたんですけど、舞台でね、その時にね、グッチにね、通いまくってね、スニーカーを珍しく10足ぐらい買っちゃったの。僕ほとんどスニーカーって買わないんだけど、見てこれに至ってはもうさ、まだ開けてないんだけど、なぜか汚れてんだよ、こんな。俺の家はどうなってんだっていうね。ね、来る、こっち来て、クルちゃんも一緒に見ようよ。クルちゃん、こっち来て。じゃあ見よ。さあ、ということでね、グッチさん、なんかすごい気に入って、これどう、来る、新しい匂い、これ好きなんで、これ開けるとね、すぐね、寄ってくるね。そう、もう本当にね、僕はブーツが大好きなんで、スニーカーって1年通してもほとんど履かないんですよね。めったにもうめちゃくちゃ暑いとか。今年はまずヤンチェオンテンバールのスニーカー、アシックスから出たやつ、シンゴちゃんが作ったあれがもうめちゃくちゃなんか良かったんですよ。で、その流れでグッチさんのやつをね、特にね、これ最初見せるのはまだ履いてないんだけど、なんかこんなボリューミーなやつ、これほら、シンゴが履きそうでしょ、ほら。これこれなんかイチロー選手がの名言にちょっと凝った時期があって、 YouTube でずっと見てたりとかして、イチロー選手のこれ、ニューヨークヤンキースが入ってんの、可愛くないですか、これ。正直ね、こういうやつなんか流行ってて、こういうボコッとしたやつ、なんでみんなあんなロボットみたいな、ガンダムみたいな足のやつ履くのかなと思ってて、正直なんかちょっとね、謎だったのよ、疑問だったんだけど。だけどなんかね、京都に1ヶ月いて、グッチの前、ね、何度も通るうちにショーウィンドウで飾ってあったんですよ、これは。ああいうの信号履いてるよなーと思って、なんでああいうの履くのかなーと思ってたら、あれ、ちょっと一回試着してみようかな、履いてみようかなと思って、履いたら結構なんか良くて、それこそなんかバランスがブーツみたいな感じでボコッとしてて良くて、これ他にも3足ぐらい買っちゃった、違う方まで。ベストオブスニーカー賞、これ。うん、まだ下ろさない。中も可愛いんで、これ、ほら見て、なんか鼻の模様になってて、ほらこういう風になってて、いいでしょ。なんか汚れてもかっこいいじゃん、こういうの。シンゴも1個持ってんのよ、これじゃなくて無地のやつ。彼は、俺が思うには無地のやつなんだけど、ブンブンブンとか絵を描いて、めちゃくちゃなんかこうペンキとかいろんな塗り絵がこう落ちちゃって、なんかすごい色がついてんの。だから自分のオリジナルになってるよね、あれ。うん、ペンキとか飛んじゃって色がついてんのよ、シンゴのやつ。やっぱりなんかスニーカーってバランスが大事だと思うんだよね。ちょっとさ、ワンサイズ大きくてもさ、正直さ、別にさ、そんなさ、めちゃくちゃアスリートみたいに走るわけじゃないから、ちょっと大きめなのを買ったりするのがいいかもしれない。なんかバランスが取りやすいんだよね。
で、これが先日もちょっと紹介したやつなんだけど、ハイカットっていう、これもすごい可愛くて、これすごい気に入ってるの。これもほら、加工してあるの、この汚れ加工してあるの、この間と同じやつの、このローカット可愛くないですか、これ。これピンクのところで、これもともとこれで新品なんだよ。これすごい気に入ってて、まだ下ろしてないの。可愛いでしょ、これね。なんか珍しいけど、なんか僕としてはなんかさ、古着とかにも合いそうじゃん、なんかすごいよね、こう見てよ、ここのところとかよーく後でこれ、加工してあんのよ。これすごいよ、これ最初からこう汚れたわけじゃないんだよ。すごくない、これって。後ろとかもほら見て、全く履いてないんだよ、これ。おじいちゃんおばあちゃんから言わせたらさ、新しいのになんで汚れてんだよって感じだよね。すごいなと思って、裏も可愛いしね、これで、これでめちゃめちゃ気に入ってて、この2つが。で、こないだ来たヤンチェオンテンバールのシモちゃんのところね、これもね、いいんだよね。買っちゃいましたよ、だから。これついにデデンデンデン、これマルニーってなんか信号が好きなブランドとコラボしたみたいなんだけど、イタリアかな、これもメイドインイタリーですよ、これ初期であんのバイオリンイタリアを使う、これは何があんの感じでね。マルニーのこの靴も可愛いの、見たい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 。じゃじゃん、パンパンカンカンカンパンパン、ほらねえ、ボリューミーで可愛いでしょ、これ。これブーツが好きなんだけど、スニーカーの波が押し寄せてるわけですよ、これ。これヤンチェオンテンバールとマルニーのコラボ、紐とかも可愛いよね、これね。どうこれ、いいでしょ。ちょっと履いてみようか、ヤンチェ。汚いよ、クル。クルはさ、いつも裸足だもんね。ねえ、すごいよね、そう考えるとね。ワンちゃんにね、靴履かしている人もいますけどね、クル履く靴。肉球もあれだな、もう。なんかガサガサになっちゃったな、クルちゃんな、これね。お手にしないとな、これな。どうですか、どうですか、クルちゃん。クルちゃん。クルちゃん、クルちゃん。いい子ですね、クルは。クルはいい子ですね。ねえ、クルちゃん、裸足なんだもんね。夏とかね、アスファルト暑いよね。ちょっとやっちゃうって、バービーだけ履かしてね。これすごいよね。まあ、だからまあこれ系か、こっちのね、このロボット系、ガンダム系、いわゆるこっち系だけど、ちょっと履いてみようか。あー、いいね。あー、いいね。ちょっと大きいな、これ。間違えたか。全然間違えたか。42なんだけど、ここ結構大きいよ。41だったかな。あ、42にしよう、大きい。まあ、まあ、それこそワンサイズ、さっき言ったね、自分が言った通りにね、ワンサイズ大きくてもってことだから、やっぱ41だったな。あ、もう下ろしちゃおう、今日これ。どう？かわいいよね、やっぱ。ほら、ボリュームも、ボリュームも。いいよね、かわいいよね。結構上げ底でなんか背も高くなるよね。お、いいね。お、これすごい。お、かわいいよね。お、いいよね、かわいい、かわいい。履こう、履きます。今日から履きます、これは。こういうちょっと太いデニムにも合うじゃん、ロールアップして。まあこの、これは耐性モデルだから、本物の。もうでも履いてるから、これ多分もう最初300万ぐらいだったけど、今ね250万ぐらいになってると思う。50万円。あ、いいね、 OK！ ということでね、スニーカー編をお届けしました。ということで、皆さんもね、お気に入りのね、こういうスニーカーね、ちょっと一足いいじゃないですか。これからクリスマスプレゼント自分に買ってみて、一生懸命皆さん仕事して好きなもの買いましょう。チャンネル登録よろしく。バイバイ。クール、今日もいっぱい遊んだね。楽しかったね。虹も出てるよ、少しね。画面に、あ、どうも皆さん、ツイッターとインスタもやってますので、そちらの方もコメントよろしくお願いします。覗いてみてください。まあ、まずは YouTube チャンネル登録よろしくね。ご視聴ありがとう。バイバーイ。
クルちゃん、あっち見て。あ、見た。すごいね、あなた。